ここでラップだよ。これは間違いない。まあ、結構足に疲労が結構序盤からあったので、なんですかね、チームパシュートの結構疲労が残ってたのかなと思いますし、まあ、でもそれでも絶対勝たないといけないけど何度もこう心の中で思っていたので、その辺が走りに現れたんじゃないかなと思います。結構後手に回ることが多くて結構厳しいレースだったんですけど、まあ、でも結果的に大差をつけて優勝できたっていうのはすごく嬉しいことですし、まあ、展開としては昨年とは全く違うポイント周回を意識しながら走ったレースであったので、まあ、内容はそれなりに満足できたレースになったのかなと思います。アデレードのネーションズカップから本当にいい流れで来てて、チームパシュートでもすごくいいパフォーマンスで走れているので、次の香港でもみんなで力を合わせて日本記録をさらに伸ばしていきたいですし、まあ、個人種目に関しても優勝を目指して走っていこうと思っていますので、まだまだ頑張っていこうと思います。まあ、それがね、パリにつながるということですよね。そうですね、やはりもうオリンピックイヤーなので本気でやらないと、で本気で出場枠を獲得したいと思ってます。おめでとうございました。ありがとうございました。